広島サイン学院公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、お元気でしょうか。水曜日になりました。チャプレンからのメッセージの時間となります。一言お祈りさせていただきます。天の神様、水曜日ですが、今までいろんなことがあったと思います。これをご覧になっているお一人一人の心に、あなたが今働いてくださって平安を与えてください。聖霊を送ってくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日はですね、何かが足りないというタイトルで皆さんと共に聖書から学んでいきたいと思います。さて、料理を作っている時とか、味見をした時に、何かが足りないなみたいなことを感じた経験はあるでしょうか。何だろう、何かが足りない、食べてて何かが足りないんだよな。で、その足りないものを発見した時に、あ、これだと言って私たちは喜ぶと思うんです。同じように料理ではなく、人生において、今皆さんの人生において、いや、何かが足りないんだよなと感じているお方いないでしょうか。何かが足りない、どこか幸せじゃない、喜びがない、私の人生、僕の人生、何かが足りないんだよな。で、今日はですね、2000年前、何かが足りないなと感じていた一人の若くてお金持ちで社会的地位のある青年のお話をですね、考えていきたいと思うんです。で、この青年は当時の人たちが欲しかったものを全て持ってました。お金はあるわ、地位はあるわ、そして若い、もうみんなが羨むんです。彼は完璧だね、欲しいもの全て手に入れて、しかし彼の中では何かが足りないなって感じてたんです。で、そんな彼がある時、ある光景を目にしました。イエス様と小さな子供たちがワイ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 楽しそうにですね、遊んでるわけです。で、子供たちがイエス様って、イエス様もおい、来い来い来いと言ってですね、イエス様の膝に乗ったりして、子供たちは本当に笑顔で、その笑顔を見ていた青年が、あの子供たちの笑顔、なんであんなに幸せそうなんだろう、彼ら別にお金持ってない、僕みたいに地位もない、でもなんであんなに幸せそうなんだろう、そう考え始めるんです。そう考え始めていた彼は、ちょっとこれ聞きに行かなきゃ、あのイエス・キリストに僕聞きに行かなきゃと言って、イエス様の方に走っていきます。その物語をですね、考えていきたいと思います。で、これをご覧になっている皆さんの中には、長い間クリスチャンとして生きてきている方も多いと思うんです。長い間クリスチャンとして教会にも行って何もしてるけど、何か足りないな、何なんだろうこれ、何か教会ごっこをしている、クリスチャンごっこをしている感覚、何かリアリティがない、何か生きたこの何かが足りない、そのようなことを感じている方もいるかもしれません。ぜひ共に聖書を開いてですね、今からお話を共に考えていきたいと思います。では、新約聖書のマルコによる福音書10章17節から22節の短いお話を皆さんと共に考えていきたいと思います。マルコによる福音書10章の17節から22節です。今回もこのお話を、通してですね、少しエレン・G・ホワイトさんの引用も、交えながら皆さんと共に考えていきたいと思います。では、まず最初に10章の17節と18節をお読みいたします。マルコによる福音書10章17節と18節です。今回は口語訳聖書で私は読ませていただきます。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。よき師よ、永遠の生命を受けるために何をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良き者というのか。神一人のほかに良い者はいない。もうですね、青年はですね、聞きたくてしょうがないんです。何かが足りない、この足りないもの絶対聞いてやると言ってですね、イエス様の元に行ってひざまずくんです。お金持ちで地位もあって若いのにひざまずくんです。もうこれは尊敬を表しています。良き師よ、あなたは良い先生だ。そしてイエス・キリストに聞くんです。永遠の命、永遠の生命を受けるには何をすればいいんですか。もうすごいですね、熱のこもった彼のこの質問に対してイエス様はですね、こう感じるそうです。エレン・G・ホワイトからの引用を読みます。この若い役人がイエスのところへ来た時、
彼の真実さと熱心さに救い主は心を惹かれた。イエスは彼に目を留め慈しまれたのである。主はこの青年が義の説教者として奉仕する可能性を持っているのをご覧になった。もうすごい熱さできたので、うわっ、この青年は求めてるな、熱心だ。そしてもし彼が本当に真理を得たならば、本当に大切なものを得たならば、すごい説教者として奉仕するだろうなと彼はイエス様は思ったんです。さて、その青年の質問にイエス様はこう答えます。19節と20節を読みましょう。戒めはあなたの知っている通りである。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母とを敬え。すると彼は言った、先生、それらのことは皆小さい時から守っております。でイエス様はここで青年に、いや、あなたは知っているはずだ、聖書も勉強しているでしょ。そうなんです、彼は聖書をしっかりと勉強しているんです。でそこでイエス様はいくつかのですね、律法から十戒からいくつか彼に言います。殺すな、姦淫するな。でこれは10回の中の第5条から10条というふうに言われています。10回は大きく2つに分けられます。縦の関係、神様との関係を意味する1から4条、そして横の私たち人間との関係を意味する5から10。でイエス・キリストはここで1から4ではなく5から10の戒めをですね、彼にぶつけるんです。これをあなたは知ってるか、知っているはずだ。でこれを聞いてた青年は、知ってる知ってる、もう知ってる、そしてそんなのは小さい頃から全部やってますよと言うんですね。彼は律法については落ち度のないものと思っていました。落ち度のない、つまりパーフェクト、完璧に守ってきている。さて、落ち度のないもの、これを聞くと何かを思い出しませんか。あのイエス様に出会う前のパウ、サウロさん、このようなことをフィリピの信徒の手紙3章6節で言っています。律法の義については落ち度のないものである。つまりパウルも完璧にこの旧約聖書にある律法を守ってきたんです。しかしパウルはこの後にですね、しかしと言って続けるんです。しかしイエス・キリストに出会った後、私は本当に大切なものを知った。つまりこの青年もパウロと同じように落ち度のないものだったんです。全部完璧にやってます、でも何かが足りないんです。なのでマタイによる福音書では、この青年はイエス様に、他に何かありますか、他に何かないんですか、それ全部やってますけど、それでも何か心に平安がないし、喜びがないし、救いの確信がないんです。もう必死なんですね。さて、そんな必死な彼に対してイエス様は21節でこう答えます。21節、イエスは彼に目を留め慈しんで言われた。あなたに足りないことが一つある。帰って持っているものを皆売り払って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従って来なさい。もう必死な彼に対してイエス様は呆れた顔をして、ちょっとこう分かってないなみたいな顔ではなく、どんなって言ってますか。慈しんで、彼に目を留め慈しんで、はあ、この子をなあどうにかしてあげたい、我が子に言うように、そして愛する者に言うように、あなたはたくさんのものを持っている、すべてを置いて私に従ってきなさい、そう言ってあげるんです。さてレンチファイトはこのように言ってます。キリストは青年を眺め彼の魂を引きつけようと望まれた。主は彼を祝福の使者として人々のところへ使わそうと熱望された。捨てるように言われたものの代わりにキリストはご自分との交わりという特権をこの青年に提供なさったのである。今あなたが持っているものを置いて私との交わりに入ってほしい、これがあなたが一番一番必要なものだ、そうイエス様は言ったんですね。さて、もう一つですね、レンジホワイトから読みます。イエスはこの若者のうちにへりくだった悔い改めた心が起こり、彼が神に捧ぐべき最高の愛を意識し、その愛の足りないところをキリストの完全によって覆っていただくのを見たいと
熱望された。とにかくこの人にイエス・キリストは何が必要かというと、あなたには私が必要だ、すべてのものを守っている、すべての律法を守っている、しかし一番大切なものをあなたは失っている、気づいていない、それが私だ。言い換えると、あなたの人生の中に、あなたの中に私がいないっていうのがイエス・キリストが彼に向けたメッセージなんです。同じように今見ている私たち、これを見てご覧になっている一人一人、そして私たちにもイエス・キリストは、あなたの中に私はいますか、もし何かが足りないなと感じていた時、神様がイエス・キリストを私たちに与えるメッセージというのは、それはあなたの中に私がいないなんです。ある神学書、これエレン・ジー・ホワイトではないんですが、このようなことを書いています。イエスは彼に愛情を感じられたので、彼の魂を勝ち取ろうとして戦い、彼を引き戻す絆を断ち切り、自由にさせようとなさったのである。つまりイエス様は彼を見て自由を感じなかったんです。彼はいろんなものを持ってました。財産、地位、若さ、もう全部こういろんなものを持ってですね、もう本当に、自由じゃなかったんです。イエス・キリストはそれを全部置きなさい、自由になりなさい、そして私を受け取りなさい。で、私たちは時にいろんなものを持ちます。で、それを持っているがゆえにですね、自由を失うんです。これも欲しい、これも欲しい、これも欲しい、その中で私たちが一番大切なものを見失ってしまう。それをイエス・キリストはこの青年に教えたかったんですね。さて、このイエス・キリストの愛のメッセージ、彼は受け取ります。そして悟るんです。そうか、僕の持っているもの、これに目が行ってたがゆえに自分は平安を感じなかった、喜びを感じていなかった、だったらこれを捨てなければいけない、でもこれを捨てるの嫌だなと思いつつ彼は考えるんです。でもイエス様に従えば、全てがあの子供たちのような笑顔が僕にも戻ってくるし、僕もあの笑顔を得ることができる。葛藤するんです。選択は彼に任されたんです。さて、どうしたでしょうか。読みましょう、22節です。すると彼はこの言葉を聞いて顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。彼はこの言葉を聞いてがっかりします。顔を曇らせたんです。新旧約聖書では気を落とした、ある聖書の訳では不機嫌になった。イエス様のこのメッセージは彼にとってグッドメッセージじゃなかったんです。グッドニュースではなくバッドニュース。そんなことしないといけない、それはできない。そして彼は去っていくんです。しかし彼は葛藤します。彼もイエス様に引きつけられていたんです。このようなことをエレン・ホワイト言ってます。この青年自身もキリストを尊敬の念を持って眺めた。彼の心は救い主に引きつけられた。しかし救い主の自己犠牲の原則を受け入れるまでにはなっていなかった。つまり彼は物をお与えになった神よりも神がお与えになったものを愛したっていうんです。物を与えてくださった神様、これを与えてくださった神様よりもこれを愛したんです。これは神様からいただいた、これを第一に愛したんです。くれた人ではなく、くれたお方ではなく、こっちを一番に愛してしまった。これを置くのがこの青年にとっては苦しみの決断だったんです。喜びじゃないんです。これをくれたあなたについていく、行くではなく、え、これ捨てるの無理ですと言ってこれを選んで立ち去っていったんです。しかしイエス様は聖書の中で必要なものはただ一つだって言います。覚えてますでしょうか。ルカによる福音書でマルタとマリアの話です。マルタさんが一生懸命働いているのにマリアさんは座っている。そんなマルタに言ったマリアを、マルタはなんでこの人動かないの、イエス様に言います。イエス様、働くように言ってください。そんなマルタに対してイエス様は、マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。イエス・キリスト言うんです。一つだけだ、必要なものは一つだけで、
で、この大切な一つのものをこの青年は持っていなかったんです。他のものは全部持ってるから大丈夫だと思っていたんですが、何かが足りない、足りないはずだ。なぜなら一番大切なものをあなたは持っていない。私があなたの中にいない。さて、イエス・キリストを選ぶということはどういうことでしょうか。イエス・キリストを第一に愛するということはどういうことでしょうか。他のものを頑張って憎まないといけないんでしょうか。いや、イエス様を第一にしないといけないから僕はこれを嫌いにならなきゃいけないと言ってですね、苦しんで苦しんで捨てなきゃいけないんでしょうか。一つ例を挙げたいと思います。私にはですね、好きなスポーツがあるんですが、どのスポーツかというと、はい、バスケットボールです。実はでも小さい頃はスポーツといっても私が一番大好きだったのはサッカーとか、野球です。サッカーや野球がおそらく、ナンバーワンナンバーツーでした。もう本当に大好きでした。しかしバスケットボールに出会った時に、このスポーツを愛するがゆえに他のサッカー、野球、他のスポーツがですね、私にとってはバスケットボールに比べれば、なんですかね、自然と順位がですね落ちていったんです。頑張って、いやバスケットボールを愛さないといけないからサッカーもやらないとか、サッカー見ないとか、野球をやらないではなく、好きです。しかしこれに比べたら、バスケに比べたら他のものは自然と順位が落ちていくんです。同じようにキリストに出会った時に、私たちはイエス様が第一にしなきゃいけないから他のものを捨てなきゃいけないんだではなく、これをイエスキリストと出会ったならば、他のものは自然に順位が剥がれ落ちていく。これがキリストを愛するということなんです。この青年にとってこのキリストを彼は持っていませんでした。他のものが順位としてあって、そしてこの順位を落とすのが彼にとっては苦痛になっていたんです。苦しみの決断になっていたんです。さて、本日、今日水曜日です。皆さんの心の中でイエス・キリストはどのような存在でしょうか。この青年のように、他に何かしがみついているものはないでしょうか。イエス様は私たちにですね、同じメッセージを送ってください。私に従ってください。必要なものは全て私が与えるから、それを信じて私に従ってください。大きな決断です。しかしこれが苦しみの決断ではなく、喜びの決断でなりたいというふうに思うんです。イエス・キリストから目を離さずにいたいと思うんです。目を離さずに、イエス・キリストから目を離さずにってどういうことですか。私はですね、この言葉がですね、分からなかったんです。よく礼拝でも言います。私も言うこともありますし、よく聞きます。イエス・キリストから目を離さずに生きていきましょう。いや、そうしたいんですが、実際にこれどういうことですか。どうすればいいんでしょうか。で、ある言葉に出会ったんです。セブンス・デイ・アドベンチストにですね、聖書の解釈の本があるんですが、そこにこう書いてありました。キリストを眺めるということの意味は、御言葉のうちにこの方の生涯を研究するということである。で、この言葉に出会った時に私は、あ、なるほどと思ったんです。イエス・キリストを眺めなさい。どうすればいいんですか。それは御言葉のうちに、聖書のうちにイエス様の生涯を研究すること。で、今日私たちこの十数分間イエス・キリストの生涯を学びました。これもキリストを眺めている時間なんです。なので、イエス・キリストを眺めるということは、この聖書に書いてあるキリストを研究すること。そうすることによって、私たちはキリストを愛するものへと神様が変えてくださるんです。そして、この青年のように苦しみの決断ではなく、喜びの決断を持ってイエス・キリストに従っていけるのかなというふうに思います。ぜひこのことを覚えてですね、私たちは新しい残りのですね、1週間を過ごしていきたいと思います。生きていれば必ず何かが足りないな、そのような気持ちが起こると思います。そんな時にぜひ今日の話を思い出して、イエス様を眺める、そのような時間を多く持てていけたらなというふうに思います。水曜日です。一言お祈りをして、終わりたいと思います。皆さんもこの後にですね、各地でですね、いろいろのテーマがあると思います。そのテーマをですね、挙げてですね、友達と挙げるなり、家族で挙げるなり、一人でいろいろなテーマを上げてですね、祈る時間を持っていただければというふうに思います。それではお祈りいたします。天の神様、若い青年は何かが足りないと思ってイエス様のもとへ走ってきました。
その若い青年のこの熱い語りかけにイエス様は慈しみを持って答えられました。私たちもイエス様のこと言葉をどうか日々覚えて、そしてイエス様を眺めて生きていくことができますように。イエス様が私たちの心に入った時に、私たちには全てが揃います。必要なものが全て与えられます。そのことをこれを見ておられる一人一人が感じることができますように。聖霊を送ってあなたが心に働きかけてください。コロナウイルスで本当に多くの人が不安の中に生きていると思いますが、全てあなたの御手の中です。あなたが支えてくださいますように。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、水曜日のメッセージ、皆さんと共に時間を共有できたことを感謝いたします。また来週の水曜日もこの時間チャプレンのメッセージがありますので、お会いできたらと思います。それでは皆さん残りの1週間頑張ってください。さようなら。Oh.